け猫ちゃんです。辻太郎さんがコーヒーを入れております。コーヒー屋のソリさんです。さすがエロ凝ってんの、プロの手つきですよね、うん、でもコンビニのコーヒーだちゃうね。あ、そら入れ方がもう、あの香りが、あ、いいね。マスクしてるじゃん、あれ。手間かけてんだな。あ、水出しコーヒー完売しました。うん、はいはい、あ、なるほどね、はい、あれね。どうやったらあんなならへん。辻太郎さんのコーヒーです。まあ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 。どれやほんまに。でも、あれコーヒー元は安い。自分で焙煎すれば。豆を買うてきてってなると結構ね、コストもかかるやろうけど。自分で焙煎してるし。自分で焙煎してます。嫁のためにコーヒー入れてて、それが結局ここまで来たってきっかけで、きっかけで自分で焙煎するようになって、それこそ最初は、ね、スターバックスとかで凍ってたんやけど、ね、高鳴るし、すぐ買いに行ける場所にないじゃないですか、カメラ買って、はい、次あとスターバックスできたらライバル店だね。ねえ、どうなんやろね。でもありがたいことにうちで来てくれたはるじゃん、お姉さんはスタバよりはこっちに来たいって言ってくれたから、それはすごいね。それこんだけ凝ってたら、値段も安いやん。ほんでもともとコーヒー飲めへんかった人もうち飲んでなんか結構コーヒー飲むようになったって言ってくれたんですよ。へえ。自宅でもコーヒー飲みたいからっていうのでうちの豆買おうって、飲めなんなら、ハンドミルも自分で買ったって言わはる人、その方に来てくれたはるぐらい。ハマってるやん。ちょっとでもコーヒーの普及には。何？ティーもあるやん。ユーズヒップティーだな。カスカラティーっていうのがある。と、ローズヒップティー。ローや、ほんまや、ローや。次、それでも俺、紅茶まあまあ好きで。カスカラティーっていうのが、コーヒーの果実。これって種なんですね。これの周りに実がついてるんですよ。それを乾燥させたものがカスカラっていうものって、それを紅茶なんですか。そうですそうです。飲んだことないわ、そんな。あんまり置いてるお店ないかもしれないですね。そうなの。次回楽しみですね。あ、これこれが干し柿のちっちゃい干しぶどうとかなんかそんなに見えるんですよ。へぇー、干し柿
これは楽しみやな。すいません、もう2つですね、はい、ありがとう。お待たせしました、ありがとうございます。はい、コーヒー屋、自家焙煎のコーヒー屋のっそりさんで、辻太郎さんですね。辻太郎、お、大ちゃんも知り合いやけど、はいはい、うん、俺も家の斜め前の、はいはい、もう自家の昔から知ってるわけや、はいはい、なるほど。おう、ちょ、どうぞ一回ちょっと飲んでみてください。うん、はい、じゃあ俺だ、どうでしょう。いや、あのやっぱすっきりしてるわ、ものすごくすっきりしてる、ね、僕手に持ってるんですけど、香りがね結構、うん、あ、優しい香りがしますね。後味が、うん、こうガツンとくる。あーはーはー、うん、あの最初すっきりで、はいはい、後からガツンとくる感じがあるの。うん、うん、あ、いや美味しいわ、あっさりあっさり。ぜひ、はい、コストパフォーマンス最高やわ。サンガの試合に来た時はね、ぜひぜひ、はい、自家焙煎コーヒー屋のっそりさん、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。